いやいや、そんなことはないですよ。あの人は目つきは確かにいいとは言えねえです。だけどもとてもいいお人です。おい、ん？おお、あんたか。よく来てくれたな。ほら、みな、忍びさんも来てくれましたよ。ああ、巫女様たち、ちゃんと挨拶しなきゃ。ん？ああ、そうか。忍びさんには見えないか。墓地の巫女たちか。そうさ。見えないけれども、いるんだよ。みんな、かわいい子たちじゃ。さて、あんたには礼を言わなきゃなんねえな。こいつを受け取ってくんろ。本当に本当にありがとうな。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。大々着物の猿は目も耳も人を見れば大騒ぎして、あるいは緑着物、耳がよく尋常なら近づくひどく。ああ、ここは大抵静かですし、あった、かつてあなたと同じくしばらく猿たちを追いかけていた。そなたが猿たちをつ、
私を守ろうとしてくれただけ。なれど、それはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。